さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向を変わりまして、今度はトヨタ画面向かって左から右に攻める格好になります。ボールオンは自陣15ヤードからトヨタサードダウン15で試合再開となります。パス不成功。これクォーターバック20番オプションフェイクでそこからパスプレーに転じました。相手の裏をつくように縦に一気にゲインを図りましたが、しかしこれはディフェンスのカバーありましてか、パス不成功に終わっています。トヨタフォースダウンとなります。トヨタ自陣16ヤードからフォースダウン15。さあこの最後の攻撃の選択権をトヨタはどのように選択するでしょうか。フォーメーションはパントフォーメーションとします。パントにより陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このパントは転がりよく、大阪府警陣40ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。パントはその攻撃権を放棄するプレーではありますが、しかしキックにより陣地を大きく返せます。まずトヨタここで一旦陣地をリセットし、相手の攻撃を回避する状況を作りました。イリーガルタッチ。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。このパントは一旦その手前で選手が、キックしたトヨタが触れておりました。この時点での攻守交代となります。従いまして大阪府警相手陣45ヤードの地点からのファーストダウン10の攻撃で試合再開となります。パントはキックチームがその触れた最初の時点でボールがプレーが止まる形になります。その後ボールは流れておりましたが、その最初に触れた時点での攻守交代となりました。さあ大阪府警相手陣45ヤードからファーストダウン10。さあまずはフルバック中央へのランプレーでしたが、これはトヨタナイスディフェンス。キャリア29番の突進をトヨタディフェンス陣群がりまして、このランプレーによるゲインなしとしました。ノーゲインにより大阪府警セカンドダウンの攻撃に変わります。大阪府警相手陣45ヤードの地点からのセカンドダウン10。さあ今度もランプレーによる展開を図りました。ダニバック26番に特し左オープン展開を図りましたが、これはトヨタ52番が素晴らしい上がり見せまして、このランプレーのゲインを1ヤードにとどめています。ディフェンス52番の選手はここで見事な躍動を見せました。吹き付け中京大学出身。大阪府警相手陣44ヤードからサードダウン9、9ヤードにこの攻防がかかります。大阪府警ファーストここをあえてランプレーで突破を図りました。キャリア26番、その期待に応え右オフタックルを突破、一気に相手ディフェンスの隙間を飛び込むように越えて攻撃権更新としました。大阪府警ファースター。キャリア26番は豊岡立命館大学出身。さあこれのように攻撃1回目に戻しました。大阪府警相手陣33ヤードからのファーストダウン10。さあ今度はパスプレーです。裏をつくようにクォーターバック11番右オープンに展開、ワイドレシーバー16番にパスを通しまして約3ヤードのゲインと変えました。パスを投じたクォーターバックは11番の田島
取りました。ワイドレシーバー16番は内田、田島は桃山学院大学、内田は九州産業大学出身のプレイヤーです。相手陣30ヤードから大阪府警セカンドダウン7。さあ今度は中央へのランプレーだ。これもディフェンス陣群がる中、その裏を突くように右にカットバック、約5ヤードのゲインと変えています。さあ着実にオフェンスを展開しております大阪府警。相手陣25ヤードからサードダウン2、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は2ヤード。さあ再び中央のランプレーだが、これはタイミング乱れたか、ディフェンス陣群がりまして、このランプレーによるゲインはありません。フォースダウンと変わります。大阪府警、このサードダウンのシチュエーションで攻撃権更新になりませんでした。フォースダウン2をどのような選択とするでしょうか。大阪府警プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。ここでも大阪府警果敢にも攻撃を継続します。クォーターバック11番、ここでパスプレーを選択しました。しかしこれを待っていたかのように、トヨタ52番が猛追し、 QB サックパスを投じる前に倒しました。これによりまして攻撃権は4回目の攻撃失敗となります。攻守交代です。ターンオーバー。勝負どころで素晴らしい QB サックを決めましたのはトヨタブルファイターズ52番の吹き付け。中京大学出身のプレイヤーはこの勝負どころで見事なプレーを見せました。さあこれにより攻撃権取り返しました。トヨタブルファイターズ自陣31ヤードからファーストダウン10。パスでゴー、さらに抜けます。ナイスファーストダウン。ここでトヨタはパスプレーを展開しました。クォーターバック20番、ワイドレシーバー80番へホットパス、これを取りました80番、右に大きく展開して独走、一気に相手陣深くに入り込む見事なランプレーを決めました。トヨタブルファイターズファースター。クォーターバック20番は金子、名古屋学院大学出身。取りましたワイドレシーバー80番は原田、名古屋工業大学出身、東海学生リーグ出身のホットラインがここで見事に起用しました。相手陣29ヤードからトヨタファーストアンテ。パス不成功。ここで再びパスプレー、今度はワイドレシーバー11番へのロングパスでした。11番手には触れましたが、しかしこれはキャッチできず、パス不成功に終わっています。攻撃権一つ失いまして、セカンドダウンと変わります。トヨタ相手陣28ヤードからのセカンドダウン10。さあ2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、10ヤードを狙うのか、あるいはエンドゾーンタッチダウンを狙うのか。ここはランプレーを選択しました。キャリア2番、トスを受けて左オープンへ展開、約5ヤードのゲインに変えております。相手ディフェンス群がる中、見事なカットバックで攻撃を前進させることにできました。ランニングバック2番の選手、見事なランプレーでした。キャリア2番は古町、慶応義塾大学出身のプレイヤーです。ここでホイッスル、チームタイムアウト、トヨタブルファイターズ。トヨタここで前半2回目のタイムアウトを使いました。前半2回目タイムアウトです。
豊田は積極的にタイムアウトを使いまして試合の状況の確認および試合の流れをつかもうとしています。ここまで両者攻防見応えがある戦いになっております。共にランプレーが好調、陣地の取り合いという形で試合は展開しておりますが、今の時点ではトヨタが押し返す形になりまして、その得点を伺う時期になっております。さあトヨタは2回目のタイムアウトを解けました。ボールオン相手陣24ヤードの地点で試合再開となります。ダウンインジケーター確認しますと、トヨタ、失礼しました、トヨタサードダウン5。さあここでワイドレシーバー9番に託して中央へのランプレー、密集点突破を図りましたが、このランによるゲインは約2ヤードにとどまっています。トヨタフォースダウンの状況に変わります。トヨタ相手陣21ヤードからフォースダウン3。さあここでフォーメーションを変えますが、チームタイムアウト、トヨタブルファイターズ、後半3回ここで前半最後のタイムアウトを使いました。トヨタここで最後のフォースダウンのシチュエーションでどのようなプレーを選択するか、その作戦タイムを取る形になりました。あえて前半すべてのタイムアウトを使いまして、このチャンスを生かそうとしております。ボールオンは現在トヨタ相手陣21ヤードの地点となっています。トヨタフォーメーションを変えまして、フィールドゴールトライをフィールドゴールを選択します。さあキックレングスに直しますと、約39ヤードのこのフィールドゴール決まりますでしょうか。トヨタブルファイターズフォースダウン残り3ヤード、さあしかしこのフィールドゴールはショートしまして、フィールドゴール失敗に終わりました。4回目の攻撃失敗となりますので攻守交代となります。ターンオーバー、トヨタあえてタイムアウトすべてを使いまして、この攻撃に得点の機会を狙いましたが、しかし無得点となりました。窮地をしのぎました大阪府警の反撃となります。大阪府警自陣 20ヤードからのファーストダウン10。さあランニング26番ハンドオフ受けまして、左オープンへの展開を図りましたが、これをトヨタ51番が見事なハードヒットタックル決めまして、約3ヤードロスに変えています。タックルしました51番が田村、北海道大学出身。下がりまして大阪府警自陣18ヤードからのセカンドダウン13の状況になります。さあクォーターバック今度は右オープン展開し、ランパスオプション投げるか走るかの選択をし、キープを選択しました。しかしこれもトヨタのディフェンスカバーよくゲイン2ヤードに留めています。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。
逆に前パスの失敗あるいはボールを持った選手が外へ出ますと時計は一旦止まります。大阪府警自陣20ヤードからサードダウン11、攻撃権更新必要距離は11ヤード。ここで大阪府警ドロープレーを選択しました。パスに見せかけランプレーによって突破を図ったキャリアは26番。しかしこれはトヨタディフェンス陣踏ん張り、ゲイン約8ヤードで止めました。残り3ヤード残して大阪府警フォースダウンの攻撃となります。大阪府警自陣28ヤードからフォースダウン3、パントフォーメーションを選択しました。大阪府警まず陣地挽回を図ります。トヨタはリターンに入りました。リターナー80番ハーフウェイ付近までボールを返しまして攻守交代となります。さあ前半残り時間は1分6秒となりました。この時間がなくなりますと一旦タイムアウト、そしてポジショニングはすべてリセットという形になります。トヨタこのハーフウェイからのファーストダウン10、残り1分6秒で得点を上げることできるでしょうか。さあこの時間とそして時間をかけた攻防もぜひ皆様ご注目ください。トヨタブルファイターズファーストダウン10、クォーターバック20番素晴らしいステップワークで相手ディフェンスを振り切り右オープンに展開しながらワイドレシーバー11番へのパスを投じました。しかし11番これを飛びつきましたがパスキャッチできずパス不成功に終わっています。トヨタセカンドダウンの攻撃に入ります。前半残り時間は55秒。さあここでランプレーを選択しました。キャリアは35番、トスを受け右オープンを展開、パスと見せかけて右オープンのランプレーにより約7ヤードのゲインとしています。外へ出たため時計は一旦止まっております。このランニングバックの走り方にもご注目ください。キャリア35番は川名、上智大学出身。トヨタ相手陣43ヤードからサードダウン3、3回目の攻撃です。攻撃権更新は残り3ヤード。パス不成功、これクォーターバック20番パスを投じようとしました。しかしレシーバーカバーされワイドレシーバー11番に指示を投げながら飛ばしながら縦に走らせましたが、しかしコミュニケーション合わずパス不成功に終わっています。フォースダウンと変わります。トヨタ相手陣43ヤードからフォースダウン3、プレーを選択します。ギャンブル。前半残り時間は39秒。フォースダウンでなくタッチダウンを狙うロングパスを投じました。これをワイドレシーバー11番見事ディフェンスと競り合いながらキャッチし、そして一気に抜き去りエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。トヨタ6点を獲得しました。そしてトヨタタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに挑みます。
キック成功1点追加。トヨタブルーファイターズ7点、大阪府警シールズ0点。まずトヨタブルーファイターズが先制する形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点。さらにタッチダウンの後にはもうワンプレーボーナスプレーがあり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。これ以外に自殺で2点があり、ワンプレーによる得点は2点、3点、6点、7点、8点という形になります。この足し算によって構成され、引き分けが起こりにくい得点構造となっています。さあまずはトヨタが見事タッチダウンパスを決めまして、先制のタッチダウンを挙げました。その得点を挙げたトヨタブルーファイターズのキックオフで試合再開となります。ラグビーと違い、アメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。キックオフキッカーを務めますのは35番のカーナ。さあ大阪府警リターンに入ります。さあ左オープン展開を図りました。リターナー26番、しかしこれをトヨタ11番が見事にタックルしまして、大阪府警陣25ヤード付近で大阪府警の攻撃に変わります。先ほどタッチダウンを決めましたのはトヨタブルーファイターズ11番家永、明治大学出身のプレイヤーです。さあ大阪府警ファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック11番プレイアクションからパスを投じようとしましたが、プレッシャーありパスを投げ捨てました。ダウン1つ失い、大阪府警セカンドダウンの攻撃に変わります。大阪府警自陣24ヤードからセカンドダウン10、前半残り時間は10秒となっております。さあ中央へのランペイを展開しました。これによるゲインは約2ヤードとなっています。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、トヨタブルーファイターズ7点、大阪府警シールズ0点でトヨタブルーファイターズワンタッチダウンリードで後半戦に移ります。ハーフタイムは10分間となっています。この10分間のハーフタイムを両チームいかな形で生かすことができるでしょうか。